シャープの数は4つまで、社会的社会人ビオラ引きの件です。本日は今結構いろんな場面で見かけるようになりました電子楽譜について、まあアマチュア視点ではありますけれども、お話ししたいと思います。実際どうなのっていう方が結構おられると思うんですけど、もちろんあの紙媒体の、まあ主に譜面ですね、譜面を見るためのビューアーアプリなんですけど、紙媒体と比べたらやはりちょっと小さかったりとかするんですけど、私はですねこちら iPad Air ですねを使って見ております。 iPad もいろいろ種類いっぱい出てるので、お好みに合ったやつでいいと思うんですけども、源さんのは iPad Air の第5世代ですね、第5世代の 256GB ストレージのものを使っております。iPad じゃなくてもあの Guido っていう商品が15万ぐらいですかねで出てて、なんかもう生産終了されてるみたいなんですけど、まあ、こちらの方がもう特化してて、おそらく、まあ、使ったことはないですけど、一回楽器店のなんかサンプル品みたいなんで見たことあるんですけど、格段にほんまに見やすいですけど、 iPad の方がまあ他にもいろいろ LINE とかでもそうですし、 YouTube も見れるし、他の機能もいっぱいあるんで iPad で十分かなと思います。iPad ですね、こんぐらいのサイズしかないので、実際見づらいって思う方もおられるかもしれないんですけど、A4 サイズの紙と比較したらこんな感じですね。A4 サイズと比較したらちょっと iPad の方が一回り小さいんですけど、総合してとても便利でございます。よく皆さん使われてるアプリがですね、こちら、このピアスコアっていうアプリですね。このピアスコアっていうアプリ本当に優秀で、他に使ったことがないので、まあ本来であればいろいろ比較してお伝えできればいいんですけど、なんか一番最初にピアスコアを使ってみて、もうこれがベターというかベストというか、何も不自由なく使わせていただいてるんで、もうピアスコアさん一択で使わせていただいております。こちらどういうアプリかというとですね、PDF 化した譜面を iPad の画面表示いっぱいに表示できるアプリとなってまして、譜めくりもスライドだったりとか、こうやって横ではなくて縦スクロールにも対応してまして、これは自分で設定でいじれます。縦スクロールにするメリットも後でちょっとお話ししますけど、あとはこうやって自動で譜面を送っていくっていうのもできます。これ縦スクロールのみですが、もちろんあの曲に合わせて、今のはちょっと分かりやすいように早くしたんですけど、スピードも自分で選べてですね、自動でゆっくり面をスクロールで送っていくっていうこともできます。もちろんこういったペンですね、スタイラスペンを使ってこんな風に書き込みもできるので、オーケストラとかですね、あの何か指示が入った時にはあのペンの太さももちろん変えれますけど、こうやって書き込みもできますし、スタンプなんかも使って、ね、このフィアニシッシモみたいないろんなスタンプがあって譜面に書き込みができるようになってます。で、一覧がずっとこうやって作れるんで、一覧になってザーって出てくれるんで、文字検索でタイトルを出せばそのままポンと譜面が出てきますし、もしくはですね、自分であのセットリストみたいな感じでフォルダ分けしといて、夏の曲だったりとか今度オーケストラで行く曲とかっていうのを、フォルダに分けてるとですね、あのそこにあのポンポン譜面を放り込んでいければそこに全部入るんで、こんな感じですね。これもまた見やすいですね。で、iPad の選び方、いろいろ種類のある iPad なんですけども、源さんが選んだ iPad Air、2023年8月今日現在、iPad Air の中で最新のもので買いました。で、あとは iPad Pro っていうのが、あのもう一回りですね、大きいやつは画面が大きいんで見やすいですし、そちらもいいかなと思うんですけども、iPad Pro を使うメリットとしては、画面をこう横向きで見開きで見れるっていう感じですね。例えばこれも見開きで今見れるんですけど、ちょっとこれやとさすがに小さいんですよ。こうやって置いて引く分には、まあ、見えんこともないけど、だいぶこんな距離感なんで、こんな距離感で小さく見えるんで、なんかちょっとこうなりやすいかなって感じですね。
だピアニストの方とかはピアノの譜面縦のところに横向きで iPad Pro を使われている方結構見ますね。であと横向きにできるメリットとしては、まあ、これももちろん iPad Air も横向きで見れるんですけど、さっき言ったようにこう譜面がちょっとサイズが小さくなっちゃうっていうので、まあ、見づらさを懸念しなければこれでも別に構わないと思うんですけど、横向きにできるメリットのもう一つがこういうケースですね。このカバー兼スタンドになるもの、こうやってスタンドになるタイプのケース、これが机にそのままトンと置けるので、こういった譜面台を使わなくてもデスクにこう置いて譜面が見れると。これちょっと縦やとこれが使えないんで、立たないんで、垂直にやったら立ちますけどね、垂直に立つけどちょっとバタンって倒れると危ないんで、横型のスタンドが使えるタイプのケースで譜面台なしで見るとき横向きで見やすい。で、横にしたときにやっぱ iPad Pro の方が、こんぐらいかな、ちょっとサイズわかんないですけど、こんぐらいのやつの方が見開きで見やすいって感じですね。文字が、楽譜が、音符が大きく見えます。で、このサイズで見られる場合は、やっぱ縦で A4 1ページ分の表示をさせて、スクロールするっていうのが基本的な使い方になると思うんですけど、スクロールは今やったように手でやったりとか、あとは結構顔認識が優秀で、このジェスチャーってやつですね、これを押すとですね、ウインクに反応して譜めくりしてくれたりします。ここにカメラがついててですね、上部にカメラがついてて、これ今ウインクしてます。画面触らずにウインクしてるんですけど、こんな感じでめくれると。まあでも演奏中にね、ウインクしてる人も変なんで、あんまりジェスチャーは使わないかもしれないですけどね。で、ここでまた気になるアイテムその2ですね。こちらフットペダルでございます。私のやつはワイヤレス、まあ Bluetooth ですね。 Bluetooth でこの iPad に接続して充電式のものを使っております。他には単4の電池を入れて駆動するやつだったりとか、いろいろタイプがあるんで、お好きなやつを選んでいただければと思うんですけども、こちらも結構スムーズですね。時差なく、反応してくれます。一回Bluetooth でをペアリングしたらですね、あとはこのパワースイッチですね、これをオンにしただけで自動的に iPad と瞬時につながってくれまして、ペダルを踏むだけで画面をめくってくれますね。こんな感じで、ちょっと押しづらいけど、まあ、進む戻るでめくれます。これは結構簡単ですね。こうやって置いて、これは演奏中足元に置いて、まあ、弾きながらこのポンポンと踏めば画面が変わってくれるんで、めちゃくちゃスピーディーですね。これペダルで足をこうやって踏み踏みしてるだけなんですけど、手は使わずに。iPad、まあ、いろいろ先ほど種類が出てるって申しましたですけども、ペンを使えるもの、まあ、今全部ほとんど使えると思うんですけど、まあ、このペンを中心に考えていただいてもいいかと思います。 iPad の特徴の一つにこのスタイラスペン、iPad ペンシルだったりとかが使えるのが一つの強みでもあるので、先ほどの書き込みだったりとか、まあ、イラストとかいろいろ書かれる方もですね、まず、まあ、ペンに対応してるもので、あと意外とこれ私気にしたんですけど、パームリジェクション機能っていうのがあるんです。どういうことかっていうと、こう書くときにちょっとこう浮かしてこうやって書かなきゃいけないんじゃないかとか、このね、ここがこうやって反応しちゃう、この小指とか置いたときに反応しちゃうっていうのがあるんですけど、 iPad Air とか iPad Mini とか、iPad Pro もそうですけど、パームリジェクション機能がついてる iPad、 無印の iPad には確かついてなかったと思います。これがついてるやつだと、普通の紙に書くときみたいにドンってこう置いて書き込めるんで、このドンって置いた方は
何も反応してなくて、このペン先のみ、このペン先のみに反応してくれる。こうドンって置いて、普通に鉛筆で書くみたいに書けるので、このパームディテクション機能っていうのがついてる iPad を選ばれるとなお快適かなと思いますね。ちょっと話前後するんですけど、このピアスコアっていうアプリは基本的には PDF ファイルっていうのをどんどん格納していくことになるんですけど、私はビオラで弾くときに、ビオラって半音記号なんで、市販のポップスとか弾くときですね、半音記号のポップスがほぼないです。売ってないので、自分で楽譜作ったりとか、まあ、ピアノ譜を読み替えたりだとかで対応してるんですけど、もう一つおすすめアプリですね。この Notion ってやつ。この Notion っていう作譜アプリなんですけど、これすごく使いやすくて、これまあ、チャルダッシュなんですけどね、自分でこうやってバーって書いて、これを保存するときに PDF で保存して、私は一回このドロップボックスにこの放り込むようにしてます。すべてインターネットから引っ張ってきた譜面のファイルだったりとか、自分で作ったファイルを一回ドロップボックスに落として、でピアスコアはそのドロップボックスからですね、この上に楽譜の入手っていうタブがあるんですけど、この楽譜の入手タブからクラウドっていうところですね、クラウドっていうところで、そのドロップボックスに入れたやつを引っ張ってくるという形で、これをポンって押すと勝手にダウンロードが始まって、先ほどですね、この全ての楽譜っていう方に入ります。で、あとは検索したりとか、このあいうえお順で並んでるんで、あいうえおで先をダウンロードしたやつを引っ張り出してくるとか。で、もう一個ですね、さっきの楽譜の入手のところに、このベートーベンみたいな、ベートーベンか知らんけど、無料のクラシック楽譜っていうのがあるんですよ。無料のクラシック音楽楽譜。これ何かというとですね、IMSLP でしたっけ？ペトルッチですね。著作権の切れてるクラシック曲がダウンロードできます。インターネットでペトルッチから PDF ファイルダウンロードしてピアスコアに入れるっていうやり方ももちろん正規ルートでできるんですけど、もうピアスコアのアプリ内でリンクしてるんで、ピアスコアのアプリから入って直接ペトルッチの譜面をこの iPad のピアスコアの中に入れれちゃうという形ですね。ホルベルクとかで自分で検索して、検索してダウンロードすると、ペトルッチの中に入ってるビオラパートのホルベルク譜がすぐここに入ります。弦楽合奏でじゃあちょっとこの曲やろうかみたいな時に、パパッとインターネット環境さえあれば、 Wi-Fi 環境さえあれば譜面もすぐゲットできちゃいますし、これ、まあ、電子楽譜の利点の一つですよね。すぐ楽譜を、まあ、他のメンバーが持ってる楽譜を LINE とかメールとかで PDF ファイルもらって、すぐ見れると。わざわざコンビニまで走って、プリンターとかで印刷しなくても、すぐ見れる。っていうのはだいぶスムーズで、強いかと思います。今結構、オーケストラとかの場面だとちょっと使用するシーンは選ばれるかなと思うんですけど、というのは管楽器とかの方はですね、基本的に一人譜面台一つなので、自分だけでこうやって見る分にはまあ恥ずかしくないというか、他の誰にも迷惑かけないと思うんですけど、弦楽器奏者はですね、基本的に一つの譜面台を二人で見ます。1プルート、2プルートっていうプルートっていう言い方するんですけど。なんで、その時は、やっぱりまあ見やすさだったりとか、あんまり理解が普及してない部分もあるんで、こういう一般的な紙楽譜を使った方が、無難かと思います、ね。いいとは思うんですけど、弦楽四重奏だったりとか、まあスタジオ系、スタジオとかライブとかで弾くだったりとか、あとまあオーケストラでもハミプル、俗に言う2.5プル、4.5プルの点5プルートの時、自分が一人の時は使ってもいいと思います。
実際私も何回かオーケストラで使って弾いては見たんですけど、で舞台でステージ上で弾く時のちょっと一個注意点が、見やすいんですけど奏者のですね真上にあるサスペンションライトっていうのがこの反射して 見えないですけど、このライトが真上から来るライトが画面に反射してあの iPad 自体の画面が見えないことがあるんで、まあ、そこはちょっと角度調あの譜面台の角度調整していただいたりとかで対応してもらえばいいと思うんですけど、あとは電子楽譜の利点はですね、他にもいろいろ思いつきますけど、例えばオーケストラピットで画面明るいのどうなのっていうケースもあると思うんですが、オーケストラピットだったりとか周りが暗い場面でこう画面明るさがこうこうと明るい時とかはもちろん iPad なんで、画面の明るさは自由に変えれます。でそれは対応できますし、まあ、むしろ暗いところでも譜面が見える、これも一つの利点ですね。こういうクリップ式のライトがあると思うんですけど、こういうのを使わなくても明るく見えますね。これもいいところだと思います。っていうかこんなん持ってたんやって今久しぶりに出しました。使ったことないですけど、ね、あとはそうですね、地味な機能ですけどメトロノームも出せるんで、基本練習だったりとかでこれ動かせます。基本練習とかで鳴らしながら、あの基本練習もできると思いますし、有料扱いになると思うんですけどレコーダーだったりチューナーだったりとかも使えますね。これお金課金したら使えるんだと思います。レコーダー、チューナー、キーボードが課金したら使えるみたいです。というわけで電子楽譜なんですけども、まあ、具体的なちょっと使用例はご紹介しておりませんが、ピアスコアというアプリですね。こちらでぜひ iPad を今お持ちの方は一回使われてみてください。で今どうしようかなって迷われてる方はかなりおすすめです。でストレージ自体も実際どうなのってあるんですけど、私も256GB で今半分ぐらいですねやってる感じです。私はこの iPad で動画編集だったりとかもいろいろするので今ぐらい食ってますけど、譜面を見るだけだったらあの PDF の譜面のファイルってその大したことないんで、もう 何千枚何万も入るかな、まあ、もう 何千冊とかは全然余裕で入ると思うんで、困らないと思うんですね。あとはオーケストラ、一回終わったオーケストラのこの譜面弦楽器奏者やったら、ね、この20何ページシンフォニーだったら20何ページぐらいのこの分厚い譜面を、まあ、処分するか次回なんかある時に取っとくかっていう保存場所とかにも困るんですけど、もう全部データとして持ち運べるんで、実際私のこの中にも500、600曲ぐらい今入れてどこにでも持ち運べる状態なんで、これさえ持ってればあのいろんな場面ですぐ弾けるという感じですね。いろんないっぱい重たい譜面を持ち歩かなくても大丈夫になります。はい、というわけでちょっとあまりまとまってなくて申し訳ないんですけども、ピアスコア電子楽譜のご紹介でした。ご利用されるタイミングがあればこの便利さ伝わると思いますので、ぜひ使ってみていただければと思います。それではまた。